ベッパーベッパーとは、ウクライナで製造される、ブルパップ方式アサルトライフルである。ベッパーは、ウクライナ語でイノシシを意味する単語である。2003年頃に設計された、アサルトライフルである。開発が発表された、当初の広告では、AK-74 を大幅に回収した、次世代モデルとしていたが、実際は、 ウクライナ軍が採用していた AK-74 を直接プルパップ方式とした設計であり、外観は AK-74 の面影を残している。使用弾薬は 5.45X39mm 弾で AK-74 向け30発マガジンを流用する。全長 702mm、バレル長 415mm、重量は 3.45kg。 フルオート時の連射速度は600から650発、分となっている。AK-74 を踏襲した設計であるため、スペックはほとんど変わっていない。作動方式も AK-74 そのままで、ガスオペレーション、ロングストロークピストンヘッド、ロテーティングボルトシステムである。ベープルアサルトライフルは2010年より、ウクライナ軍に採用予定とされているが、 欧米接近政策の一環として 5.56mm ナトウ弾を使用するイスラエル EV シャゲムアンのタボールアサルトライフルを RPC フォート社にライセンス生産させ採用する動きがある。すでに RPC フォート社はタボールのライセンス権を EV 社より取得し生産している。そのため2009年現在ベイプルが採用されるかは不透明な状況となっている。 ありがとうございます。